ゲーテンが始まります。最内救済馬のガノンカモン、一番人気が13番のマスクとヒーロー安城横山紀弘騎手。オープンのレースを暮れに勝って3ヶ月の休み明けのマスクとヒーローが一番人気とされています。次いで2番人気が11番のソロル。ソロルは去年このレースを勝った馬、そして3番人気が12番のベルゲンクライ、ダートの上がり馬です。マーチステークス G3 ハンデ戦、接戦が予想されます。最後足毛のマイネルクロップ引かれていきます。16頭立てマーチステークス、体制完了。ゲート開いてスタートが切られました。まずまず揃ったスタートでしょうか。さあ正面スタンド前先行争い、真ん中から5番の里のプリンシパル、川須春彦が出ようとしています。里のプリンシパル、内からストロングサウザー、そしてロイヤルクレスト、13番1番人気横山紀弘とマスクとヒーロー、その外に14番の東証フリーク、1番人気のマスクとヒーロー横山紀弘、後位外目3番手につけて1コーナーのカーブに入っていきました。全部で16頭、先頭に立ったのは赤い帽子5番の里のプリンシパル、川須春彦の逃げになりました。1馬身半から2馬身のリード、ロイヤルクレスト2番手、4番のストロングサウザー3番手、そしてオレンジの帽子1番人気マスクとヒーロー横山紀弘はここ、ゼッケン7番のキクノソル、そして少し抑えている14番の東証フリークです。先段は5、6頭、その後ろから16番のマイネルクロップ丹内雄二、11番のソロル、連覇を狙います。そして2馬身離れました3馬ビーンです。ダノンカモン救済馬上がっていく15番の一心同体です。さらに後方からはサンレイレーザー、そしてベルゲンクライ、ゼッケン9番のボーグトルネード、そして後方の2頭です、ランフォルセと8番の名将関白、こんな体勢になっています。やや縦長になりながら3、4コーナー中間地点です。赤い帽子里のプリンシパル、川須春彦、体半分のリード、ロイヤルクレスト、そしていい手応えで1番人気13番オレンジの帽子横山紀弘、マスクとヒーロー外3番手、さらに外を回って東証フリーク、ソロル上がってきた、東証フリークソロル上がってきた、内々ストロングサウザー、さあ直線コースに入った。ここで早くも1番人気マスクとヒーロー先頭に立つか、マスクとヒーロー先頭に立つか、外から内が入って東証フリーク、一番外からソロル、一番外からソロルと15番の一心同体突っ込んできた、一心同体、さあ頑張っている、マスクとヒーロー、マイネルクロップ、マイネルクロップ、マイネルクロップ差し切った、マイネルクロップ丹内雄二。